皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。犬神家の一族、続きやってまいりましょう。ではついに本物とおぼしきスケキヨさんを追い詰めましたね。でスケキヨさんはピストルを振り回していて、まあ、それを取り囲む警察がね、もう射殺しましょう、射殺までは言ってないか撃ちましょうみたいな話をしてるんですけど、まあ、それを止めたい金田一さんが、聞いたでしょ立花さん、彼は撃ってほしいんですっていう風に意識をそらしてるところからです。ここで証拠を抱えたまま殺されるのが望みなんですよ。くっくっつってる、いかん、撃ってはいけない、こいつは、しまった。え、殺したん？え？なんてバカなことをしたんだ。なぜわざわざ死に急いだりする。自殺したってことかな？何が目的だ？何のためにこんな大捕物を演じたんだ？僕が殺した。あの女も殺すつもりだった。だったらその拳銃であっさり殺してさっさと逃げたらよかったんだ。駅に向かうなり、車を奪うなり、いくらでも方法があっただろう。こんな雪山に逃げ込んだところで、見つかるに決まってるじゃないか。目立たずに峠が越えられんことくらい、君がわからんはずがなかろう。あ、死んだん？金田一さんどうされました？いいえ、何でもありません。事件を解決できなかったことで、自分の無力さと無能さを痛感しているところなのです。いや、そんなことはない。これはあんたのせいじゃないですよ。12月14日、犬神家で起きた連続殺人の容疑者、犬神スケキヨは、警官隊の銃弾を受け死亡。スケキヨの死から3日後、彼の母である犬神松子は湖にその身を投げ、自ら命を絶った。その後、犬神佐平氏の遺産は野々宮珠代が相続した。が、野々宮珠代はそのすべてを犬神奉公会に寄付し、消息を絶った。那須全域を揺るがせた遺産相続劇は、こうして結末を迎えたので、あれ？これもしかしてバッドエンド？あれ？未解決え、なんか間違ってたんかな？え？私どっかミスった？では戻ってきました。強制的にね、この章の最初まで戻されちゃってね。このゲーム、スーパースキップみたいなやつないのよ。オートスキップないから。ここまで戻すの結構大変だったんですけど、なんか要因としてはやっぱりこの心拍系みたいなやつが真っ赤っかやったやんか。だからあそこに至るまでに聞き漏れてたこと、だからそのタンスの中に隠れてたみたいな話、なんかあれをさ結構途中から聞いたら、もう今そんな話してる場合じゃないからって言って断られたやんか、流されたやんか。もしかしたらあれをもうちょっと早いタイミングでしっかり聞いとかないかんかったのかなって思ったのと、あと心拍が真っ赤っかやった時に、まあ、この辺はね聞いたのでも流し飛ばしていきますね。なんか心拍が真っ赤っかやった時にさ、もしかしたら推理っていうのを押さないかんかったんかなみたいなって考えてるんですけど、どうじゃろうか。あ、ほら、一個余んねんな。一個余るっていうか、一個聞けず終わんねんな。この辺で、なんか重要語のところピッて光ったら、ここも見たもんね。まあ内容は変わらんわな。重要語のとこ光らんな。ここで、押し入れに、そうやね。これな、戦闘モードになったっていうかな、なんていうの
あの最終モードに入った時にこれ以上聞けなかったんやけど、どうなんやろ。うわやっぱあかんねや。まあこれはそうやな、聞いたな。じゃあでもう一回聞こう。しつこいですな、言います言いますみたいにならん。あかんのか。か、いらんこと聞いてんのかな。で、ここで、どうしよう。まだかな、あの、ここでなんとかせねばって、金田一さんが言うシーンあり、あそこかな。あそこでこれすんのかな。立花さんに、スケキヨくんは犯人じゃないと伝えないと。これああやばいやばい。あ、しまった。未遂とは何をやらかしちゃ。待ってよ、待って。あれ？これ入る？待って。あれ？待って。犯人じゃないって。あれ？待って。ん？今までもさ、犯人じゃないってあったか。あ、そうかそうか。わかったわかったわかった。これ残しとかないかんってことか。ってことじゃないん。え、ちょ、待って、怖っ。待って、待って、待って。多分、雪神音は多分入れてもいいと思う。で、これはいいと思うねんけど、待って、犯人じゃないわ。残しとかねえかんのじゃ。多分、そういうことやんね。あ、待って。ここ、行く？待って、待って、待って。ここで多分、犯人じゃないことを伝えなきゃって言うよな。言うやん、多分早い段階で言ったもん。これや。行くか。待ってください。殺しちゃいけない。そいつは犯人じゃないんです。ああ、これや。わ、何の気なしに投げちゃってたけど、犯人じゃないってワード残しとかないかんかったね。こういうパターンあんねんな。もういよいよクライマックスやな。こんなことしだしたら。犯人じゃないって。あんた本気で言ってるんですか？そうです。スケキヨくんは犯人じゃない。警官に行って止めさせてください。こんな時になってこの状態で、どうやったらそんな話になるんです。立花さん、説明は後でします。間に合わなくなる前に早く。このままじゃ何もかも闇に葬られてしまうんですよ。しかし、立花さん。待て、撃つな。そのまま生け捕りにしろ。え？やめて。その目でよく見ていろ。あ、そいつを止めろ。ああ、よかった。あ、嫌だ、拘束しろ。そんなことできたんや。どこまで？どこまで邪魔をする気だ？さて。では、説明してもらいましょうか、金田一さん。この男が犯人じゃないというのは一体どういうことなんですか？無論お話ししますよ。何もかもすべてね。その前に古舘さんを呼んできてもらえませんか？念のため、この男の面倒しをしておきたいんです。いいでしょう。待ってください。まあ、私はスケキヨさんと、玉代さんで何らかの関係があったんじゃないかなって思うねんけどね。まあ、ちょっと私の推理は取っとくか？余計なこと。犯人はこの僕だ。すべて僕一人がやったことだ。正直な話、そう言うだろうとは思っていましたよ。金田一さん、怪我はありませんか？あれ、なんかちゃんとスキーウェア着てんねんけど。古舘さんだけ。ええ、僕は大丈夫ですよ。ご心配なく。それより、いかがです、古舘さん。この人物に見覚えがありますか？ええ。
この人こそ犬神佐清くんに間違いありません。彼が全ての事件を起こした犯人ということなのですか？いいえ、立花さんにも言いましたが、この人は犯人じゃないのです。多分彼はあくまでも自分が犯人だと言い張るでしょうがね。真犯人は別にいるんです。みんなどの線張る？私は玉代と佐清の共謀やと思うねんな。で、玉代と猿蔵が企てて、佐清の共謀やと思うねんけど。か、佐清が玉代の計画を知って手伝った的な。おや、立花所長は先に来ていると聞いたんだが、まだ外なのかな。この気まずい空気の中で一人晒し者になっているのも面倒だ。ここは一つ新聞でも読んで、立花所長の到着をマジで。ラスケキを逮捕となってる。福音服殺人鬼の正体が判明。あー、スケキオが犯人ってことになってんのな。玉代さんの首を絞めて殺害。これ誰が撮ったん？警察関係者が撮った写真を流したんかな。その玉代さんが殺されかけてる時っていうのが、いっつもなんか閉鎖的なのよね。決まったメンバーの間でだけ発見されて大捕り物があってって感じがするから、すごいそこが怪しいんやけどね。お待たせしました、金田一さん。いやはや、新聞記者に手間取りましてね。ようやく引き取らせましたよ。なだめすかして最後は脅して。まったくどっちが悪者だか分かったもんじゃない。それはそれはご苦労様です。新聞記者からしたら、10月18日から続く事件の犯人が、ついに捕まったのだと息巻いているんでしょう。ナスを震撼させた連続殺人犯が逮捕されたのであれば、自分たちにも当然知る権利があると、まあそのように主張するのです。若林さんの事件から数えれば4人もの犠牲者が出ていますからね。ええ、大きな事件ですよこれは。なんかもうさ、怖くてさ、入れられへんねんけど、何も聞かれへんねんけど、怖くてなんかもう怖い、怖ない、嫌やねんけど。そうです、大きくてそして複雑な事件です。もうじゃあちょっと下のさ、心拍計が白い間は何も聞かんとこっか。キーワード使うの怖い。あ、そうそう、まだ犯人と決まったことではないので、結果が出たら発表すると伝えました。それでいいんでしたな。ええ、結構です。まだ佐清くんを逮捕できるだけの証拠はないですからね。佐清くんが山田それがしであるということも、まだこれから自白させないと。ふむ、博多への復員を果たしたのが佐清だという証拠はないですからね。ええ、11月12日に到着したのが佐清くんだと自白させないと。真犯人にたどり着けないかもしれません。真犯人？誰なんです、金田一さん。いや、それはまあおいおいということで。ところでその佐清くんは今どこです？西本くんが間もなくこちらへ連れてくる手はずになっています。金田一さん、疑うわけではないが、今でもまだ佐清が犯人ではないと。彼も結果として連続殺人に関わってはいますから、清廉潔白とは言えませんがね。しかし真犯人は別にいる。なるほど。私にはまだこの事件の全貌が見えていません。ここは一つ金田一さんにお任せします。どうかよろしくお願いします。あらー、なんや堂々として。
母であるマツコさんは一体今何を考え、今まで何度も登場してきたけどさ、こんなキセル吸ってる姿見たことないねんけど、なんか、なんなんやろ。なんか気持ちに変化があったんかな。彼女も昨日、雪神で本物のスケキオくんが捕まったということを聞いていないはずがないのだ。してみれば、いや、本物のスケキオくんが捕まる以前に、あの手形から湖水へ逆さに埋められた人物がスケキオくんではないと、マツコさんはとっくに知って、あー、にしてはやね、確かに。にもかかわらず、この憎らしいまでの落ち着きようはどうだろう。妹たちの猜疑と憎しみに満ちた視線をどこ吹く風と受け流している。宮川光琴こと青沼菊乃さんも怯えを隠せないでいるようだ。あの恐ろしい三姉妹を前にして正気でいられるだけ立派なものだ。そして、玉代さんも随分と疲れているように見える。スケキオくんに襲われたことが影響しているのだろうか。所長お待たせしました。あ、金田一さん、西本くんたちが着いたようです。手つないでるわ。おい、こっちだ。無駄な抵抗はするなよ。仲良く手つないでるわ。それで何か新しい事実を聞き出すことはできましたか？この通り、まともに話そうとはせんのですがね。こういう告白書のようなものは書き残していたようです。我が告白。告白書。ちょっと拝見。これはこの場で公表しても構いませんか？いいでしょう。我が告白。犬神家における連続殺人事件の犯人はすべてこの私、犬神佐清である。私以外の何人もこの事件には関係がない。自決の直前にあたってこのことを告白す。まあ、でもバッドエンドの時、佐清さんが死んだ後にお母さんも自殺してるから、なんやろね。何らかの気持ちはあるんやと思うねんな。この人にも、マツコさんにも。犬神佐清。佐清くん本人がこれを持っていたんですね。待って、推理する？なんか言うかな？佐清くんは素直に白状しないだろう。本腰入れないとな。そうです。内ポケットに入れてね。それがどうかしましたか？どうかしてますな。佐清くん、自殺をするつもりなら、なぜさっさと自殺をしなかったのです。どうしてあんな風に警官に抵抗を見せなければならなかったんです。それはどういう意味ですか？もしかして、彼には死ぬ気などなかったとでも。いいえ、そうではなく、問題はその目的なのです。彼はできるだけ世間の注目を引きたかったのではないでしょうか。そうすれば、それだけ告白書の効果が強くなるのですから。効果ですか？ねえ、立花さん。あなたは佐清くんの行動を間近で見ていて、何かおかしなことに気がつきませんでしたか？確かに、一連の犯行はどうにも一貫性がない。狡猾かと思えば、ひどくずさんで、猟奇的なくせに臆病な面も見せる。それまで全然尻尾を表さなかったというのに、いざ出てきてみればろくに逃げもしない。おかしなことだらけだよ、まったく。そう、一貫性がないんです。これは重要なことですよ、立花さん。よく覚えておいてください。一貫性ね。で、肝心の佐清くんですが、何か具体的なことは語りましたか？誰を、どこで、どうやって殺したか、どうして何のために殺したか、そういったことをです。いや、それがですね、絶対に口を割ろうとしないんですよ。すべての事件の犯人は自分である。他に誰も関係はしないと。
その主張を繰り返すだけで、それ以外は何も口外しようとしない。なるほどなるほど。大方そんなことだろうと思ったんですよ。おそらくスケキオくんは事件の全貌を知らないのだろう。ボロが出ないよう黙秘して、ああ、やっぱそうやな。多分そういうことやろな。私の予想が当たってるかもしれんな。誰かの策略を知って途中参加みたいなね。手伝った的な、そういう感じはすんねんな、私。すべての犯行をスケキオくんがやるのは不可能だと。証明しないといけない。スケキオくん。あなたが一人で連続殺人事件を起こしたというのですか？はい。四人ともすべてですか？すべて僕の犯行です。なるほど、そうですか。もしそうならわかりやすいんですがね、それは不可能なんですよ。スケキオくんが山田それがしであることを証明しないといけないな。全部の犯行を行うには時間的矛盾がある。そこから誘導尋問してみるか。不可能とおっしゃいますが、犯人の僕が言うんですよ。いやいや、では順を追って説明しましょう。スケキオくんが、スケキオくんでは、ある犯行が不可能であるということを。ん？スケキオくんでは、ある犯行が不可能。スケキオくんではある犯行が不可能。何やったっけ？ちょっと待って。ちょっと推理させて。いや、なんかぼんやり考えはあるけど。山田のことは言わずに事件、山田のことは言わずに。事件とそれが起きた日付は、18日か。やな？あれ、ちょっと待って。日にち何個もあったら迷っちゃう。うわ、いや違う、18やったと思う。そうやな。これが最初の事件の、柏屋に復縁服の男が来てどうのっていう日やんな。まず最初に、10月18日。この日に何があったかご存知ですか？それではお教えしましょう。この日にあったこと、それは、これ、やな。これやな。博多への復員ですよ。スケキオくんのね。そうですか。それで？まあ、順を追って説明しますから。で、次の話ですが。ちょっと待ってください。ちょ、待って、セーブした方がよかったかな、今の。その日は若林さんの事件が起きた日ですよ。え？あ、そうでしたっけ？え？間違った？間違った？日にちって言ったから。え？そうやって僕の口を滑らそうとしてるんですか？いや、そんなことは。無駄ですよ、そんなこと。何を言いたいのかわかりませんが。当てずっぽうや山を言われ、あれ？当てずっぽうではありません。待って、日にち間違えたわ。マツコさん、今はスケキオくんに話を聞いているんです。くじ出ししないでもらいたいですな。スケキオ、あなたは一体何を言っているんですか？母さん、僕の話を聞いてください。母さんだけじゃない、ここにいる全員です。スケキオくん？先ほどの若林さんの件も、僕が、母に頼んだものです。スケキオ！母さんは黙っていてくれ。この事件は、僕が遺産を独り占めするための計画だったんです。それ以上でも以下でもないんだ。新聞や探偵が喜ぶような事件の怪奇さなんてどこにもない。これは僕の問題なんです。あなた方は関係ない。スケキオくん、何を言っているんだ。すべて僕の犯行です。この事件はそれだけなんです。そして事件は終わりです。母さん、さよなら。スケキオくん、どうしたんです？え？
違う、スケキヨくん。何、毒飲んでたん？舌噛み切ったんや。舌噛み切っただけじゃ死ねんらしいけど。まあ、ショック性のあれはあるかもしれんけど。なんてバカな真似を。スケキヨ。この事件はこうして幕を下ろした。被疑者死亡のまま、捜査本部も解体。すべての事件の犯人はスケキヨくんであり、そしてその犯人は自らの命を絶つことで、真実を闇に葬り去ったのであった。依頼人と犯人、始まりと終わりは僕の目の前での死という形で過ぎ去ったのだ。何も防げず、謎は残されたまま、事件は。もう待って、急にこの辺になってさ、事件が終わり出すねんけど。よいしょ、じゃあここまで戻ってきましたね。すいません、ちょっと戻し作業がすごく長くて、実際動画カットとかしたらどれぐらいの尺になるのかわからないから、今回ちょっと長いかもしれないんですけど、すいませんね。ちょっと切りのいいとこまでやりたくて。でこの辺は飛ばして、ここやな。ここよ。山田それがしであることを証明しないといけないと。時間的矛盾がある。ある犯行が不可能。ある犯行が不可能である。でもこれ日にちじゃないのかな？でもこの時もさ、金田一さんがさ、日にちをって言ってるやんか。あ、あれ間違ったんかな？あ、私が日にち間違ったんか。10月18日に復員したってしちゃったんか。10月18日に、この日に若林さんが死んだんや。な。な。言ってたな。立花さんもな。若林さんの事件ですよ、スケキヨくん。それがどうかしたんですか？その日に事件があったこととすべての犯行を行えないことが何か関係あるんですか？大いに関係あるんですよ。順を追って説明しますよ。よく聞いていてください。さて、次の件です。はぁ、忙しい。11月12日に復員か。あ、そうやわ。若林さんが死んだ後に、助武さんが死んで、助武さんが死んだ日の、前の日の夜に復員姿の男が、柏屋に泊まったって話やから、この日か。この日に復員や。この日に、あなた帰ってきたわよねってことね。博多への復員なんですよ、スケキヨくん、あなたのね。それがどうしたんですか？それとすべての犯行を、そう？うむ。よく聞いていてくださいね。まとめますと、あなたは博多に一泊した後、翌13日に東京に向かった。そして15日の晩、下那須の柏屋へ現れた。11月12日に博多へ復員してきたばかりのあなたが、10月18日に起きた若林さん殺害の犯人というのはありえないんです。連続殺人の犯人は別にいます。あなたはそれを隠そうとしていますね。それは、その一件は知りません。若林なんていう人の事件については僕も知りません。まあ、バッドエンドルートでは、ママに頼んだって言ってたけどね。僕が言っているのは、この家で殺された三人のことです。若林さんの事件は何も関係がないんです。なるほど、なるほど。やっと認めてくれましたね。認め？え？最初から僕が犯人だと。いや、あなた自身がこの名前を使っていたということを。山田それがしやね。山田それがし、いや、山田三平という名前を。あ、いや、立花所長。
今スケタケ、スケキヨくんの言葉をお聞きになりましたね。あれ？そんなん言ったっけ？ん？待て待て待て、ごめん、ちょっと私がアホすぎてさ、全然言葉が分かってないんだけど。若林という事件、この人の口から山田って名前出てないよね。いや、ごめん、私がちょっと理解できてないわ。もうちょっと進めてみたらわかるかな。彼は暗黙のうちに自分が山田三平であると認めたのです。ああ、そういうことか。11月12日に復員し、15日に柏屋に泊まったのは自分やってことね。その一連の流れやったよ、私ってことね。だから、それを行った人物、山田三平は自分だよってことか。はいはい、そういうことね。頭の回転良すぎるやろ。僕が山田三平の足取りを説明していたにもかかわらず。安家清くん、僕は釜をかけるつもりはなかったんですよ。ただ、あなたが山田三平かどうかは一応確かめておきたかったんです。証拠がなかったものでね。とりあえず若林さんの件にあなたは関われなかった。ということは別に犯人がいる。そうなりますね。いえ。では、偽物の助清殺しについても話しましょうか。あの人が殺されたのは12日の夜10時から11時です。死体が湖水へ逆さまにつけられたのは殺害後1時間ほどのことですが、助清くん、あなたはその時刻、この那須市にいたのでしょうか？また黙秘ですか？しょうがないですね。では、立花所長お願いします。え？ああ、例の証人ですか？ちょっと待ってください。証人。どうも。ご紹介しましょう。こちらの方は、上那須駅に勤めている上田さん。13時の晩、新宿発の下り列車が9時5分に上那須駅に着いたとき、降車口の改札に立って切符を受け取っていた人です。さて上田さん、早速ですがこの人に見覚えはありますか？はい、この人なら、13日の晩、午後9時5分着の下り列車から降りてきた人です。間違いないですか？なぜそうはっきりと言い切れますか？大雪の晩だったし、なんとなくこの人の素振りが変だったから。それでよく覚えているんです。彼はどこから乗っていたか確認されましたか？受け取った切符は新宿駅発行のものでした。どうもありがとう。お代わりいただいて、これだけのためにこれだけのために呼ばれた。それともう一人の方をここへ。どうも皆さん、駅の前で和宅をやっております小口龍太と申しますが、こりゃ一体どういったご用なんです？あ、小口さん、ご足労いただいて恐縮です。実はこの人に見覚えがないか、それをお聞きしたいんですよ。どうです？この人なら見たことがありますよ。大雪の降った日、ほら11月の13日か、その日の晩9時過ぎの下りがついた時にね。あの時お客はほんのわずかしか降りてこなかったんですよ。私はこの人に和宅を勧めたんですがね、一言も答えず、顔を背けるような格好でスタスタ行ってしまった。あんな大雪の中を一体どこに何をしに行くのやらと。それで奇妙に思って覚えていたんですよ。この人がその後どこへ向かったかはわかりますか？行き先まではわかりませんが、向かったのは下那須の方ですかね。お聞きになりたいのはそれだけなんで。え、そうです。どうもありがとう。いずれまた警察から呼び出しがあるとは思いますが、今日のところはこれで結構ですよ。
なんかどんどん目の前でめくられていってんな。あ、立花さん、ちょっとこちらへ。今のお話、お聞きになりましたか？聞かせてもらいました。あれが犯人を特定するための証人というわけですね。そうです。今朝方、スケキオくんの写真を持って、那須駅へ聞き込みに行ってみたんですよ。それというのも、スケキオくんのあの頭、あれが僕には気になったもんでね。頭？ええ、あの様子では散髪してからほんの数日というところでしょう。ん？それじゃああんたは駅前で床屋でも探していたんですか？まさかその逆ですよ。スケキオくんは顔の隠せないこの土地で散髪するようなことは絶対にない。仮に散髪屋自身がスケキオくんを知らないにしてもですよ。そこへ知り合いが入ってこないとは言えませんからね。だからスケキオくんが散髪をしたいのなら、どこか他の土地に違いない。とすれば、彼はいつこっちにやってきたのか。それを調べるために駅へ行ってみたんです。顔を隠してはいないだろうことは分かっていましたからね。この界隈じゃ、誰もが福音服の男を、鵜の目鷹の目で探しているところです。それもただの福音者じゃない。顔を隠した福音服の男をね。だからスケキオくんは人目を避けながらも顔を隠すわけにはいかなかった。なるほど。それで彼らに見られてしまったわけだ。そういうことですね。では次にもう一人。宮川先生。あなたにもお聞きしたいことがあるんです。何でございましょう。あなたがこちらへおいでになったとき、乗って来られた列車なんですが、これも13日の午後9時5分、上那須着ということでしたね。はあ、さようでございます。そしてあなたは東京で勇敢に乗ったスケキオくん殺害事件について読み、驚いて駆けつけてきたんでしたね。はあ。ちょっと待ってください、金田一さん。いや、あなたの言わんとすることはわかりますよ。つまり宮川先生は勇敢で事件を知り、急いで東京から駆けつけて来られた。だったら同じ列車で上那須に着いたスケキオも同じだったかもしれんと。一緒に来たってこと？宮川先生がそうされたのであれば、スケキオくんもまた、同じように新聞を読み、同じように事件を知り、同じように列車に乗った。まあ、犬神スケキオが殺害されたと聞いた驚きようは同じじゃないでしょうがね。少なくとも、その前後の行動が同じだった可能性はあるわけです。わかるのですが、それはどうにもしっくりせんのですよ。可能性だけで言えば、まああり得るかもしれませんがね。全く同じである必然性はないし、そうである確証もない。それに、私がわからんのは理由ですよ。それは一体何のためです？スケキオくんは何のために、のこのこと上那須くんだりまで出向いたのです。おまけにわざわざ来ておきながら、やることがどうもはっきりしない。殺すにしちゃ持って回ったやり方で、手際も引き際も往生際も悪い。だいたいこの後に及んで玉代さんを殺したところで、一体誰に何の得があるというのです。得はあったのです。我々にそれが見えなかったのは、彼の目的を誤解していたからなんです。つまりですね、彼の目的は玉代さんを殺すことではなく、殺す真似をすることだったんですよ。え？真似ですって。玉代さんに、玉代さんに遺産を全部あげたかったってことかな？ここの兄弟の誰とも結婚せずに、玉代さんが全ての財産を手に入れることができるためにとかってこと？そうですよ。殺す真似です。スケキオくんにはあなたを殺す意思など毛頭なかったんです。ただ、告白書の効果を強めるために、あなたを殺す真似をしてみせただけなんですよ。それでわざと目立ったってことかな？本物のスケキオ生きてるぞ。自分が死ぬぞ、死んだぞって、アピールしてってことかな。
玉代さん、あなたにとってスケキヨ君に殺されかけたことはそんなにも大きなショックだったのですか。私スケキヨさんが連続殺人の犯人だなんてどうしても考えられませんでした。だからそのスケキヨさんが私を殺そうとしたことはひょっとしたら私を犯人と疑ってらしたんじゃないかと、そう考えて悲しくなったんです。苦しくて切なくて情けなくてどうしようもなかったんです。ずっと私を疑っている人がいるのは分かっていました。私ですね、どう思われているのかも何を言われているのかも知っていました。でもそんなの平気です。誰に疑われようと罵られようとそんなの全然構わない。だけどスケキヨさんにだけは、あの人にだけは疑われたくない。それだけはどうしても嫌なんです。絶対に耐えられないんです。はあ、そういうことやな、そういうことやな。ここまでにしようか。ああ、ここまでにしよう。ありがとうございました。